はい、どうも、ゴトさんです。久しぶりにドッカンバトルのガチャが新しいのが来ましたね。で、まあ、今回ね、10連で1体ピックアップが確定ということで、でピックアップがまた 5% で7体、まあ、いつも通りの7体ピックアップで、でピックアップ外が130体もいるのかな。で130体なのでほとんど全ていると思うんですけど、多分 LR の4人は入ってきてると思いますが、どうかな、あれ、あ、ここら辺かな、下の一番下の方ですね。あ、悟空ブラックいますね。ということはブロリーがいて、ベジータもいるかな。あ、いますね。見つけられた邪神で、まあご飯もいるだろうということで、まあピックアップがね7体いて、そのうち1体が10体目で確定ということなので、かなり優しい。まあ10体目が確定なので、大体 20% ぐらいの排出率になると思うので、まあ基本的にバイト考えていいんじゃないかなと。で、確定値とかなくてもね、もう来るでしょう。はいはい。まあ、2枚抜きできればね。おお、え、なんか最近すごいな。こっちがね、カリフラが実は欲しかったので、この全属性プラス2っていうのとね、まあまだ全然、進化もね、普通に、ドッカン覚醒とかもない状態でかなり強いので。で、最近、まだ来るかな。まあ、最後の1体がこれでケールだったらもうこれで終わりなんですけど、ああ、まあまあまあピックアップですね。はい、まあ最後ピックアップですもんね。まあビルスしょうがないですね。まあ第6宇宙でのやつのストーリーなので、じゃあまあせっかく貯めたね石ですけど、いっちゃいましょう。まあ20連で今回はね、なんかあのフェス限でもないので、他のやつ回しればまあ、いくらでも出てくるだろうということで、まあ、カリフラがね出てくれたので、ちょっとケールの方は使いづらいかなと。必殺技が絶対に打たれるような形で、しかもディフェンス下がっちゃうので、まあブロリーと同じような、おお、ああ、はいはい、まあピックアップ外、おお、ありがとうございます。これウィス今回2種類ともピックアップですね。技の方が欲しかったですけどね。でもまあありがとうございます。え、マジか。いや、ウィスの技はね、かなり重宝してるので、ありがとうございます。また来るかな。でももう3枚抜けなんで、4枚抜け確定ですもんね。はい、さあ、これ最後か。あ、マジか、2回とも。ビルス。どうしようかな。まあ、あと9個だったら溜まるだろうし、まあ、2億ダウンロードも来るのでね。まあ、今回はこれぐらいで。カリフラをちょっとね、進化させて使っていきたいと思います。まあ、やっぱ10連で1体確定というのは本当に安心なのと。ただ20連でかなり出ましたよね。4枚抜きと2枚抜きだから6体出たのかな ?SSR だけにして、そうですね。おお、すごいな。20連でもう6体、十分ですね。まあ、ピックアップだらけですけど、ピックアップ外が1体だけで、まあいい、本当にガチャでした。ちょっとカリフラ。使ってみようと思います。ご視聴ありがとうございました。